ちゃんと狙ってたんですか？狙ってました。狙ってました。偶然じゃないの。すごい天才ですね。試し引き。ということで伊藤さん、はい、またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。ということで、もう持ってますけど、持って登場っていうね、斬新なパターンですいやこれ、はい、すげえこうもうなんかインパクトどうしたんですかこれ、ね、これどうしちゃったっていうと、うん、前にあのランドスケープの SE01 っていうナイロン弦の、はいこれね、はいこれです、はい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 、お紹介してもらったじゃないですか。そうですね、これすごい便利だね、はい、いい音する楽器でしたけど、これも状態も良かったんですけど、うん、なんか僕的にですね、この空いてる部分になんかピックアップ乗せてみたいなって空いてるから入れちゃえと乗っけてみたいなってでピックアップ、はい、衝動に駆られてしまいました。なるほど、こう空いてるから入れちゃったっていうあのスタートはそこだったんですけれどもこれをやったことによって思わぬサウンドの特徴が出てしまった。どういう意図ですかこれ。エアコン弾いてて、うん、アンサンブルの中で、はいはい、存在感なくなるなとかって思ったことありません、はいはいはい、まあ、ピエゾの宿命というか、うね、まあ、ドンシャリ気味の、はい、あの音の傾向になることが多いと思うんですけど、やっぱミートの足らない部分で、ちょっとこう、なんだろう、アンサンブルの中で俺貢献できてるかなみたいなもうなんか本当にパーカッションだけじゃんみたいなパーカッションの部分だけで、はいはいはい、そういう時はよくありますよね、うん、確かに。なるほどね、うん、いやこれも、マグネットの他に、うん、あのピエゾを積んでるんですけれども、はいはいはい、それをセレクターで、うん、選ぶことができるんですね。だピエゾとマグネティックを合わせたやつで、あとマグネットだけど、はいはい、っていうような形でできるんですけれども、うん、ピエゾとマグネットを合わせた時に、うん、意外なトーンが生まれまして、うん、そのピエゾで出てこないミッドっていうあたりが、うん、このマグネットのパワーを利用してまた一歩前に出てくるっていう一歩前なるほどそういう効果が現れてしまったというですね、これまたそうか、すごい、それは偶然なんですかね狙ってたのかな。いや狙ってましたよ、狙ってましたよ、狙ってましたよ、やってたそうですよよくね、そのエレアコでも、うん、その 2way で、はい、ピエゾとマグネティックっていう、うん、そういうやってる人も結構ねいらっしゃいますけど、はい、まあ、そういったところで、うん、でもフロントに付けたりすることが結構多いと思うんですけど、はい、リアのね、はい、しかもハムっていうね確かにミッド出ますわ。そうですね、はいはいはい、ここはやっぱリアハムのパワーをね、なるほど、付けるわけですよ。ここはですね、はい、ここにつけたと、はい、すごい。それしかもこれミニハムじゃないですかこれ。そうなんですよ、そっちミニハムでこっち普通のハムバッカー、うん、ハムバッカー、なんで2種類も。これまたね、うん、結構音違うんですよ。音違うそれは違うでしょう、ね、その音違うんですけどなんかね、うん、そのミックスした時のトーンっていうのが結構それぞれの個性があって、どっちが好きかなっていう、ね、じゃあそこはちょっと検証してみましょうか、うん、
ミニハムとハムフルサイズハンバーガーの違いとか、ピエゾオンリー、ピエゾとマグネットミックス、で、まあ、マグネットだけ、マグネットだけの時はちょっと歪ませてみましょうかね。そうですね、エレキーサウンドっていうところに、はいはい、まあ、そのあたりちょっとね、あの実際に、試し弾きしてみましたんで、ぜひ確認していただけたらなと、はい、どう出るか、ね、どうかな、どうだろう、みんなの反応がちょっと楽しみですね。はい、じゃあちょっと行ってみましょうか、ね、うん、はい、行きますよ、はい、はい、どうぞ、どうぞ。いかがだったでしょうか。どうでした山口さん。良かったです、良かったですよね。あの、まあ、おっしゃる通りでしたね、はい、おっしゃる通りでした、うん、ちゃんとこう、 こうミックスにすると、はい、こうミッドが出てきたりとか、うんうん、ちょっとこう前に出るようなさ、まあどっちかというとね、ちょっとね、ローガンこういい塩梅に切れたかもしれない。あ、本当ですか、うん、だから、うん、あの弾き語りの時は、うん、ピエゾオンリー、うん、ちょっとアンサンブルに入ると、うん、ミックスにするとスッと収まりがいいところに入るような気がして、ね、うん、で、まあサビでこうね、はい、歪んだと思ってガーンっていくみたいな、だからギターボーカルとか、はい、ハマるんじゃないかな。そうですね。あとこれですよ、はい、ミニハムとハムこれも結構違います。違いましたね、うん、だこっちの方がね、うん、なぜかミックスにすると上のキラキラが出てくるんですよ。あシャープな感じになったっていうか、そう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 、すっきりした感じになりましたね、はいはいはい、ね、うん、なんだこれみたいな、うん、なんか自分が思ってる想像してたものとちょっと違いました、うん、なるほど違った、いい方向で、こっちはやっぱガツって出てくる感じ、はい、思った通りの音かな、ね、どっちかというと、うん、それでまあ
あのそれぞれこう、うん、単独で使った時か、はい、うん、こっちの方がパワフル、うんうん、でこっちの方がスッキリしてる、うん、まあ、この辺は好みで、うん、あの、そうですね、分かりやすく選べると思うんですけど、うん、ミックスした時はねまたちょっと違う感じの、なかなか面白い、これちゃんと狙ってたんですか？狙ってました、偶然じゃないの？すごい天才ですねなるほど、やばいなそう、あとピエゾもね、あの、うん、印象良かった、そう、ピエゾを変えたんですよ、なるほど、あのフィッシュマンのトムパワーブリッジっていうのを変えて、はいはいはい、あのすごくレスポンスが良くなって、うん、よかった、出しが良くなった、バランスもいいし、はい、うんうん、各弦のねそのジャランって弾いて、なんかどこか引っ込んでるとか、うん、どこか出っ張ってるっていうのもなく、うん、なんか綺麗にね行ってたから、ね、そうですね、うん、なるほど、そういうね、まあちょっとこう抜けが良くない、まあ、エレアコでちょっと抜け良くないな、うん、こうなんかもっとガツッと出てほしいなとか、うん、まあ一本でいろいろ済ませたいなっていう人も、うん、まあこれをねちょっとチェックしていただけたら嬉しいですよね。そうですね、エレアコとエレキの持ち替えはこれはしなくて済む、これまたまあこれ持ってたらちょっとあれなんだっていうのにもね、こうこの感じ、インパクト台の感じっていうのも、うん、いける人は言ってください、これこれはいいと思いますよ、ちょっと目立てる。これはどこで試せるんですか？これも全国楽器店さんでお試しいただけますけれども、はい、まだ、本ロットが上がってきてないので、うん、まだね、いろいろこう修正もあるかもしれないですけど、はい、ちょっとね、あの出てきた際はちょっとチェックしてみてください。そうですね、気になった方はお問い合わせいただければ、はい、私対応します。はいということで今日もありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます、うん、ぜひチェックしてみてください。